まずストレートの質を上げることと、やっぱりもっと変化球を磨かないとプロではやっぱなかなか通用しないなっていうのは感じているので、まあ、ブルペンで練習したり、まあ、そういうのに毎日励んでます。高校野球を引退してからも自身の投球を磨きながら運命の日を待つ神村学園黒木陽投手。中学時代は宮崎延岡ボーイズのエースとして活躍し、高校は甲子園を目指して神村学園へ。入学後に怪我をして投げられない時期が続きましたが、高校3年生の春に頭角を現すと、最後の夏は左のエースとして鹿児島大会優勝に貢献。甲子園でも防御率1点台と安定したピッチングでチームを学校史上初のベスト4に導きました。小さい頃から、まあ、野球始めた時からずっとプロ野球選手になりたいと思ってて、自分自身ここまで来るというふうには思わなかったんですけど、やっぱり振り返ってみたら周りの方々の支えだったり応援だったり、やっぱ近くで一番いたお母さんだったり、そういった方々のおかげでここまでやってこれたと思うんで。黒木投手の魅力は希少なサウスポーで、角度のあるマックス147キロの速球を投げ込める点と、甲子園で元プロの解説者もうなった落差の大きいカーブです。甲子園で全国にアピールした左腕にはプロ球団のスカウトも熱い視線を送っています。明日は学校で指名を受ける瞬間を待ちます。最後の最後、甲子園で、まあ、ベスト4という、まあ、功績も、まあ、出して、まあ、やれることはやったというか結果を出してきたので、まあ、あと10月26日のドラフト会議で指名されるのをあとは待つだけかなというふうに思います。鹿児島城西高校にも指名を心待ちにする選手がいます。1年夏から鴨池で経験を積んだ妙瀬良介選手です。いつも通りあまり変わらない感じです。ドラフトまで1週間というタイミングで訪れたこの日、普段と変わらない落ち着きを見せた妙瀬選手。ドラフトの日をあまり意識しないようにしていると話す妙瀬選手は、この日もバッティング練習などに黙々と取り組み、大きな当たりを飛ばしていました。自分の、魅力だと思っているのは、バッティングと、型だと思うので、バッティングでは、パワーが持ち味だと思うので、そこに注目してもらえたらいいなと思います。打ちました、大きな当たり。妙瀬、今大会3本目のホームランが出ました。1年秋以降、県大会でもホームランを量産し、高校通算で50本に迫る49ホーマー。超高校級のパワーで逆方向ライトスタンドへも何度も運びました。最初入った頃はこんな打てると思ってなかったんですけど、やっぱり佐々木監督にバッティングを教わって、やっぱりここまで伸びたと思うので、佐々木監督のおかげだと思います。その妙瀬選手がプロを意識したのは、2年生の秋に、ホームランを打った時に、そのスカウトの方に見ていただいて、そこから意識するようになりました。準々決勝までの3試合すべてでホームラン。結果、一大会で4発を放った去年秋の大会をきっかけに、プロの世界をより意識するようになったといいます。高校では持ち前の身体能力からピッチャーとしても最速152キロを記録した剛腕ですが、今のところはバッティングを生かす野手で勝負したいと考えているようです。守れるポジションを増やすという意味で、サードも守ってます。今のところは考えてないんですけど、その行った球団によって、ピッチャーもやるって言われたら、もうそこの、方針に任せてやっていきたいなと思ってます。今のところは野手で考えてます。甲子園出場はかなわず、悔しい思いをした最後の夏以降も切り替えて自分のやるべきことをとバットを振り続けた妙瀬選手。全国のプロ野球ファンも熱視線を送る注目の右の大砲が、鹿児島から運命の日を待ちます。ホッとすると思います。野球を始めた頃
からの夢だったので、まあ、プロに入って、まあ、活躍して、まあ、将来的には三冠を取れるようなバッターになりたいなと思ってます。はい、2人とも直前のこの時期にの取材でしたけれども、堂々としていて本当に頼もしいなと感じました。運命の日、明日期待されることを祈っています。そしてこの他にも県関係者の注目選手を見ていきます。甲子園っていうのはそう簡単にはいけないなっていう、やっぱ厳しさっていうのを野球の神様がやっぱり与えてくれたのかなと。またこれからもまたプロに向けて自分の中でしっかり課題を潰していきたいなと思ってます。今年夏の鹿児島大会決勝直後にこう話していたのは、鹿屋中央の村山源選手。甲子園まであと一歩というところまで迫った鹿屋中央の中心選手で、二刀流の活躍を見せるなど躍動しました。鹿屋から指名を待ちます。最後の大会、まあ、1イニングだけで、まあ、ちょっと自分、まあ、悔いが残ったじゃないですけど、まあ、納得できなかったので、まあ、出して、まあ、かかったらもうプロで頑張ろうと思いました。めっちゃドキドキしてます。鹿児島城西高校からもう一人、最速142キロのストレートとキレのあるスライダーなどが武器の内田まつり投手です。育成での指名も視野に運命の日を待ちます。最後に湘南からは小峰光也選手。3年生として最後の夏も籠池にアーチをかけるなど力強い打撃が持ち味です。小峰選手もプロ志望届を提出しています。はい、そして他にも国分中央出身の今村コナン投手、少子館出身の久保田翔太選手、鹿屋体育大学の松尾俊選手などもプロ志望届を提出しています。期待の選手が多くて今から本当に楽しみな気持ちです。